はい、じゃあ山尾しおり君。はい、委員長。国民民主党の山尾しおりです。ちょっと事前に通告した質問とは違うことになりますが、お許しください。立憲民主党から突然の検討条項の修正案が出てきまして、しかもなぜかこの修正案の質疑の機会がございません。先ほどの幹事会でも立憲民主党からぜひこの修正案についてその内容、その意図するところを国民に伝えたい、だから質疑をしてくれという申し出もありません。むしろですね、幹事会では自由討議今日やらなくていいのではないかというような話も出てくる中で、極めてこの修正案について、私自身質問したいことがたくさんございます。でも時間の関係もありますので2点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば自民党の側からもこの2点についてお答えいただければ幸いです。まず北側委員へ、1点目ですけれども、今回の修正案ですね、これは検討条項に、国はこの法律の施行後3年をめどに次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするというふうに書いてあって、その内容はこれまでの2項目あるいは CM 規制や外国人寄付規制やインターネットの国民投票運動などということになっています。その他もついています。お伺いをします。この1点ですけれども、1点目ですけれども、私自身はこの検討を加えという、検討を加えるのは速やかにやるべきだと思っています。その上で、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるというこの措置については順次可能なものだというふうに思っております。なぜならこの投票法の手続きの問題というのは、本当にこのインターネットの世界的な潮流を踏まえて何かこう全部議論がし尽くされてパッケージで全てを改正するというのは事実上難しいものだからです。本当に繰り返し言われてきたように、本当に不断の見直しが必要なものなので、しっかりと検討した上で解決が見えたものについては順次必要な措置、立法上の措置が必要であれば立法上の措置、運用の改善が必要であれば運用の改善、そういった措置を順次取ることが可能であるというふうに読みますけれども、その点についてのお答えを1点お願いします。あと2点目なんですけれど、これ言うに値しないとは思っておりますが、この修正案が成立仮にしてもですね、本体の憲法議論の機会を法的にも政治的にも狭める効果を持たないし持つべきでもないという認識ですけれども、その点もいかがでしょうか。会長。はい、北川和夫君。はい、山尾委員にお答えをいたします。まず第1問目でございますが、全くおっしゃっている通りでございます。今回のですね、立憲民主党の方から出てまいります修正案付則の第4条でございますが、これにつきましては私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもですね、このような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然、解釈ができるわけでございますけれども、まず2つのですね、点について検討をすべしということで挙がっております。1つは投票人の投票に関する環境を整備するための、事項、これについてはですね、今すぐにでも、これはすでに公職選挙法の方では2項目、残された2項目についてすでに成立をし実行がなされているわけでございまして、これはもう直ちにでもですね、この国民投票法の改正についてはできるというふうに思いますし、またその後また郵便投票の問題もですね、郵便投票の拡大の問題も議論がなされておりまして、これについてもですね、公選法の方で改正がなされるならば当然公選法並びで国民投票法も直ちに改正をしなければならないというふうに思っています。投票環境の向上という意味ではですね、おっしゃっている通り、この後もですね、まだまだ次から次へと、投票環境を整備するために、こういうことをやりましょうというのは提案されてくるわけでございまして、その都度ですね、当然議論をし、公選法並びの改正をしていくべきと思います。それともう一つは、国民投票の公正・公平を確保するための改正でございますけれども、
まあ、これについては特に CM 規制の問題、うん、この CM 規制の問題についてはですね、これまでも、この3年間の間にですね、この党審査会でも、さまざまなご意見議論がしてまいりました。ぜひこれからも積極的にね、この CM 規制のあり方について、うん、CM 規制等のあり方についてしっかり憲法審査会でご議論をさせていただいて、まあ、施行後3年と言わずですね、できるだけ早く論点も整理をして、そして、一定の結論を出していきたいというふうに思っているところでございます。3年というのはあくまで目途でございまして、3年内に完了しなければならないということではありませんが、できるだけ早くね、合意を、政党間の合意を得て、実行していきたいというふうに思います。で、2点目のご質問はですね、この改正案について、この改正案が通るとですね、そもそも本体議論の機会を失うのではないか、いや、そんなことはありえないという、まあ、ご質問だと思います。全くそうでございます。この第4条に書いてございますのは検討を加えでございます。ですから、この憲法審査会を中心に先ほど申し上げた事項等についてしっかり議論をする、検討を加えて、そして必要な場合、必要というふうにですね、判断する場合にはですね、法制上の措置、その他の措置、場合によっては法制上の措置に限らずですね、例えば自主規制等のですね、法制上の措置を取らずにですね、やる場合だってあり得るわけでございまして、まあ、そうした法制上の措置、その他の措置を取っていくということで、ございまして、まあ、これ自体はもう先ほど冒頭申し上げたとおり、他の法律にもですね、このような規定の仕方ないくらでもあるわけでございまして、この規定があることによって、憲法本体の議論ができないということは、全くこれはありえない、憲法審査会の目的というのは、国会法の102条の6にですね、規定がされておりますけれども、当然、憲法本体の議論について、並行してですね、やっていくということになるかと思います。以上です。よろしいですか。はい、長谷元君。はい、まあ、自民党側でありますが、やはりこの憲法審査会というのは、国民投票についても憲法改正についてもですね、審議同時並行でできるという審査会であります。で、修正案につきましては、二階幹事長と福山幹事長の下で協議されておりますが、二階幹事長といたしましても、その検討を進めるということと、また与野党協力のもとに憲法審査会を安定的に開催をして、国民のための憲法議論を粛々と進めるという合意を、発言をされております。まあ、従いまして、この検討条項の例示がされたわけでありますが、これをもってですね、この本体の議論について、縛るということにつきましては、本来の発議の提案もですね、縛られないというふうに我々は理解しております。はい、ありがとうございました。特にですね、本体の議論の機会失うのか、いや全くありえない、同時並行ということで両党からいただきました。また投票環境の向上については、次から次へと課題が起こるので、その都度改正すべしと。投票の公正確保については施行後3年と言わず、これはあくまでメドなので、できる限り議論をしっかりして早く解決をしようという認識をいただきましたので、大変重要な答弁をいただいたと思っております。以上です。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。この際、法案に対し、ちょっと提案者の席の移動がありますのでお待ちください。この際、本案に対し山花育夫君ほか1名から立憲民主党無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から